Everybody goes.
年生で最後のバンド、Joppin'Q です。よろしくお願いします。皆さんね、そろそろお尻も疲れてきたと思いますけど、まあ、最後のバンドなんでね、はい、楽しくやっていきましょう。って感じで、はい、僕たちはこういう感じのちょっと楽しい感じの邦楽を、まあ、日本のボーカルグループさんの歌を、ね、歌っておりますので、まあ、この後あと2曲しかないんですが、まあ、楽しんでお聴きください。はい、はいはい、次の曲はですね、先ほどの曲とはちょっと打って変わってゆったり体を揺らしながら聴くような曲なので、皆さん体を揺らしながら聴いてください。お願いします。それでは2曲目、トライトライトライ。Bye.
ありがとうございます。暗い暗い暗い。聞いていただきました。揺れてましたね。揺れてましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。設定通りということで。ありがとうございます。よろしくお願いします。というわけでね、まあ、次の曲で我々最後になるわけですけども。いや、このステージの曲ですよね。アカペラメインステージ。メインステージで最後だ。最後じゃないな。最後とも、じゃないと思うけど。あの、ESP のメインステージ最後になるわけですけども。まあ、ここでちょっと小話をしたいと思います。はい、いい話。我々Joppin'Qはですね、全員5年目ですね、5年目の同期バンドということで、はい、なかなか5年目になると、はい、同期バンドも減ってですね、はい、僕らだけじゃないかな、今活動しているのは、ね、同期だったらそうですね、ですよね、うん、思いますけども、まあ、僕らも、まあ、すごい身内の話になっちゃうんですけど、1回戦の頃にね、こっちからそうだね、ここに前に座って、ね、ガーッて見てましたね、はい、ガーッて見てたかどうか、ね、個人差があるんですけども、まあ、見てたんですね。で、まあ、まあ、かっこいいなとか憧れるなとかいうふうに思って、それから、この舞台に立ちたいなと思って、活動してきてね。で、まあ、この、メインステージにトライすることで、いろんないい経験というかね、ここを目にしてくるとってことですね。いい経験をさせて、もらったので、まあ、僕らがというか、まあ、その今回出演したメインステージに出演したバンドさんは、全部来年はもう残ってない、来年の一応祭に出れないですよ ね、 はい、うん、ということで、まあ、次の世代の子たちがね、また来年の一応祭のメインステージですかを目指して、やってくれるんじゃないかなと思いますけども、まあ、これから何でしょう、これからの活動の中でこのステージを目指すこと、この舞台に立つことっていうのは一つの目標にね、置いてやってもらえたら僕たちはすごく嬉しいなと思います、はい、うん、っていうことをちょっと最後にお伝えして、そして引っ張っておいてほしいですね、これからね、そんな思いとは全く良い関係のない歌ね最後に爽やかな爽やかな、はい、アップテンポの曲を歌いたいと思います、ちょっとしんみりした後であれなんですけども、最後なのでね、まあ、楽しんでいただきたいですね。体を揺らすとこはないかもしれませんが、手を手拍子などね、して盛り上がっていただけたら嬉しいなと思います、はい、では最後の曲聴いてください。マサイフの名刺を太陽を
店舗のブーフェでyou